パラパパンパンパンパパン。ゴーミファン YouTube チャンネル始まるよ。皆さんどうも、ゴーミヘゲです。さあ、まあもう北海道もだんだん寒くなってきてね、もう冬に近づいてるんですけど、ということでね、今回冬服を買いました。ちょっとね、あのモコモコしたタイプっていうのがあんまり持ってなくて、こちら、多分ね、これユニクロで買ったのかな、何年か前に買ったこういうタイプ、こういうなんかちょっとモコモコっていうか、ちょっとあったかい生地のやつ、これ何つったらいいかわかんないんだけどこれをね、通勤時着たりするんですけど、もうこれ一着しかなくて、なんか代わりのものが欲しいなということで、今回こちらを買いました。バン！ディッキーズなんですけれども、こっちの方がちょっとね、モコモコしてますね、かなり。うわー、めっちゃあったかそうじゃないですか。まあ、これ一つあれば、だいぶあったかいんじゃないかなと。で、あとあれだね、釣りだね。ワカサギ釣りとかも多分来年また友達とやると思うんで、まあワカサギ釣りの時とかにね、こういうの着てやれたらいいなと思って。じゃあ、早速、ちょっと羽織ってみようと思います。わー、あったけー。あったけー。羽織ってみました。どうですか？もこもこだな。うん、この間、さっきのね、ユニクロで買ったやつより、だいぶモコモコです。しかも、あったけ。あ、これ冬、通勤時着てもいいですね。あったか、ポカポカしますね。今回こちら、ディッキーズの、これちょっと冬に着れるようなものなんですけど、概要欄の方にですね、こちらの商品の URL、買っとこうと思いますので、これ今回 L サイズ買いました。はい、あ、ちょっとなんか欲しいなって思った方はですね、ぜひそちらでクリックしてポチッと購入してみてください。はい、ということで、もうなんかね、とてもいい感じじゃないですかね。ね、あったけー。これはちょっと今年の冬楽しみだな。ということで、今回は冬服をまた一着購入しましたという動画でした。では、また次の動画でお会いしましょう。コーミフェンゲでした。バイバイ。チャンネル登録しよう。